ミスユニバース2008は57回目のミスユニバースで、世界大会は2008年7月14日にベトナム海運ョーのニャチャンで開催された。アジアでの開催は2005年の台湾国大会以来となった。前回大会より参加国多い80の国、地域が参加した。日本からは三間広子が代表として出場、トップ15に入賞した。2007年大会は、 日本代表の森道夫が優勝したため、アジアでの開催が濃厚になっていた。ベトナム政府は2007年に開催された、ミスアース特別大会が行われたニャーチャンでの開催に、同意することを決定した。中継する NBC は、五輪中継が迫っていたが、主催者のミスユニバース機構と NBC は7月14日午前8時から、衛生制中継で開催することで合意した。 本大会の司会は、アメリカズ・ゴット・タレントの司会者、ジェリー・スプリンガーと、元スパイス・ガールズのメラニー・ブラウンが務めた。音楽ゲストは、レディー・ガガであった。USA 代表のクリストル・スチュワートは、2年連続で、黒人が USA を代表して、ミス・ユニバースに出場する重圧のためか、2007年のレイチェル・スミスに続き、イブニングドレス審査で会談で転倒するハプニングがあった。 その影響でトップ5にも進めなかった。ミスユニバース2008の参加国、地域と最終結果トップ15トップ10トップ52008年のミスユニバースジャパンは4月3日に東京国際フォーラムにおいて開催。徳島県出身で日大分離学部体育学科に通う現役大学生の美間博子が日本代表に選ばれた。ありがとうございます。